神戸は負傷交代というところで前半のうちに交代枠1つ使います。菊池龍選手に代わりまして本田悠希選手が入ります。宇佐美からのボールヘディング、谷からのパス、ここはしかしうまくシャットアウトしました。本田山本悠希からさあ抜け出す、体を入れてファンアラーノでしたが、ここは冷静に本田の対応です。石野中に入ってきた、中には鈴木武蔵もいましたが本田悠希の対応です。